皆さんこんばんは。静岡県立大学グローバル地域センターの西でございます。今年度12回目の静岡県立大学ジャーナリズム公開講座を始めます。お手元の出席表はお帰りの際に受付の者にお渡しください。お名前をご記入いただきますようお確かめ願います。今夜は立岩陽一郎さんに踊らされる日本の米朝報道、関係者関係筋情報に依拠した報道のまやかしについて講義していただきます。1時間少々講義していただいた後、まず坂本守さん、放送企業懇談会理事で日大の芸術学部の講師の先生ですに質疑応答していただいた後、皆さんと質疑応答していただきます。立岩さんは調査報道などを調査報道や、ニュースの質の向上のための取り組みを行っているニュースの種というニュースの種という NPO の、NPO メディアの編集長で元 NHK 記者の方です。立岩さんは1991年に一橋大学を卒業され、放送大学大学院修士課程を修了されています。 NHK ではイランのテヘランの特派員、社会部記者、国際放送局デスクとして主に調査報道をされました。日本政府による随意契約が原則禁止されるきっかけを、きっかけとなったスクープをされたり、このパナマ文書、今年度、今年度の講義、今年度、それについてそれを取材した記者の別 の記者の方の講義がありましたが、各国の政治家や富豪による不正蓄財などに関するパナマ文書の取材に中心的に関わった後に NHK を退職されました。著書にご著書にはトランプ王国の素顔、これはアメリカ政治についてですね、あと NPO メディアが切り開くジャーナリズム、そして11月にの講義された柳井仁文さんとの協調、ファクトチェックとは、こちらのファクトチェックとは何かもあります。それでは小川先生、よろしくお願いします。皆さんこんばんは、小川和久です。立岩さん、やっと来てくださったんですが、なかなか忙しいと来られない。で、今西君はもっとろわしい説明をしてたんですが、パナマ文書にかかったと、これは間違いないんですね。ただ私は関心があるのは、立岩さんは宇藤由美子さんの同期で仲が良すぎて NHK 辞めざるを得なかったという噂がある。まあそのことはないか、まあ、フェイクニュースだけど、まあ、その辺の質問もまあされると、宇藤由美子ってのはどういう人かっていうのはすぐ喋ってくれますので、どうぞよろしく。じゃあ立岩さん、お願いします。これで、すみません。素晴らしい紹介の後に小川先生のああいう紹介をされるとどう喋っていいか分かりませんが、よろしくお願いします。私はまさに宇藤由美子と一緒にですね、1991年に NHK に入りまして、そういう意味では同期なんですけども、で2016年の暮れに NHK を辞めました。で西先生が今紹介していただいたように最後の仕事が、まあ、パナマ文書、この1年の講座の中で澤さん、共通の澤さんが講義されたと思うんですが、要はですね、パナマ文書というのはもともと ICIJ という、もともと南ドイツ新聞に来た情報を、まあ、ICIJ というワシントンにある、ジャーナリスト連合体というのがこうやって、で日本からは外国人のジャーナリストとともに朝日新聞と共同通信をやっていたわけですね。で実はですね、このパナマ文書が始まる前に、実は私は実はアメリカにいて、こういう動きがあるというのは知っていて、で実は NHK とも話をして、この ICIJ というのは非常に極めて面白い組織があるから、NHK も入ったらどうかということで動いていたんですけども、当時 NHK は何の関心も示さずにですね、最終的には、まあ、
のジャーナリストと一緒にやってどうするのみたいな話になって結局ダメだったんですね。ところが、パナマ文書っていうのがバーッとこう広がって、その、まあ、プーチンさんとか習近平さんの名前が出ると NHK はどうなるかというと、これもう政治家の日本の政治家の名前出てくるんじゃないかと右往左往し始めるわけですね。すでにもう朝日新聞と、まあ、共同通信をやってるわけですよ。そうすると今度逆に NHK が、なんとか入れないかということで、私今単身また、ICIJ ってワシントンにあるんですけど行って、交渉しました。でとにかく NHK も入れてくれと。でこの時に ICIJ から何を言われたかというとですね、まあ、彼らがその私がちょうど説得に行った、つまり私も入れてくれと言った言いに行った時にちょうどですね、あのニューヨークタイムズの東京支局長なんかが書いた記事がこう出て、つまり、今のその安倍政権の下で NHK というのは非常にあの自由な報道はできてないっていうようなことがですね、非常にこう書かれた時期 でそれはまあ当然彼ら読んでるわけですね。で私が聞かれたのは、 NHK がもし仮に、このパナマ文書に入ったとしますと、でその中に日本の政治家の情報もあったとします、 NHK はそれを政治家に漏らしませんかと聞かれたわけです。で私はあの正直答えたのは、 NHK だけなら多分漏れると思います残念ながらですね。ただまあ今回は朝日新聞と共同通信との合同チームに入るんで、とても NHK だけがですね、政治家に持ってって先生あなたの名前出てますなんてことはこれはなかなか言えませんから大丈夫ですという話をしまして、まあ、結果的にはですね、朝日新聞の了解と共同通信、これはまあ澤さんの了解です。で私は澤さんも朝日新聞でメインでやってた奥山さんも非常に親しかったものですから、まあ連絡を取って NHK も入ってもらおうということ で最後にですね、その2016年の12月に NHK スペシャルでそのパナマ文書っていうのに、これが私も本当最後の仕事になったわけですけども、まあ、そういうことをして辞めて、まあ、その時にですね、まあ、さっき有働由美子さんの話をとしますと、私が辞める時に有働さんがまあ一応宴を開いてくれまして、当時有働さんは、朝一のキャスターまあ、一生懸命やられてたんですけど、でまあなんとなくですね、有働さん、いやあんたも辞めてもいいんじゃないですか、私が辞めたら生きていくのは大変だけど、あんた辞めてったら1億2億でしょっていう話をしてたんですけど、その時はですね、有働さんなんて言ったとかって言うと、まああんまり有働さんの話はしょうがないんですけどあの、まあ、一言だけ言いますと、まあ、私、まあ、美人じゃないしみたいな、なんかこう民放で生きていけないかもしれないとおっしゃったんで、で、まあ、それは確かにそうなんですよね。お父さんと私は本当によく飲みに行ってるんですけど、あんまり女性を感じたことないんですよね。でこれあの宇野さんが実際その後辞めた後にですね、私大阪 その情報番組でそのコメンテーターやってるんですけど、その司会者の方に「あれ立山さん宇野さんよく知ってますよね」って言われた時に、まあ言わなきゃいいのに言ったらですね、まあ、あのよく知ってるんですけど本当に別に美人でも何でもないから。なんかあんまり女性と付き合ったっていうよりはもうなんか男同士で飲みに行った感じの記憶しかないんですけどみたいな話をしちゃったら、非常に苦情が放送局に来ました。これ女性蔑視じゃないかっていうことを言われましたけど、まあまあでもあのいい、まあ、未だにいい付き合いがあってですね、実はあの小川先生とご一緒させていただいている一つの取り組みに、あのここで柳井さんで説明をしていただいたの、非常に話の下手な弁護士がいますが、まあ、この人は中心になってやってるファクトチェックというのがあるんですけども、その集まりもですね、有働由美子さん来てくれたり、さすがにあの来て別に何も言わないんですけど、まあ、なんかこう言うとまた問題になるんで言わないんですけど、まあ、でもあのやっぱりそういうものに関心を持ってくるということで、まあ、今後もいろいろこう活動を一緒にしたいと思ってますが、まあ、あまり有働由美子の話をしてるとですねすぐ時間が経っちゃうんであれですが、でちょっと自分の話をと同時にこれをこういう話をしますと、私はもともとその NHK の中で、まあ、社会部といってですね、まあ、一応国内パターンね、国内の取材をするということで、さっき西さんが紹介してくれたのですね、あのそういう主に調査報道ということをやってきました。で調査報道って何かというと、かっこよく言えば
政府の発表に頼らずに、ジャーナリストが自分の力で掘り起こして、まあ、例えばパナマ文書はそうですね、別に政府に何を聞くわけじゃなくて、自分たちに見つけた資料を紐解いていって、そこから、こんな悪いことがあった、こんな問題があるということをこう報じていくということを、まあ、やってきたわけですけども、まあ、あまり最たる、さしたる成果があったとは言えませんが、まあ、そういうことをやってきたんです。で今ですね、なぜこういうことを私が言い始めたかっていうところに実はこれ関係していて、調査報道っていうのはですね、外来語なんですね、実は。英語ではインベスティゲイティブリポーティング、あるいはインベスティゲイティブジャーナル、インベスティゲートっていうのは皆さん分かると思います、捜査ですけども、まあ、捜査報道という、つまりジャーナリストが捜査官のように掘り下げていく。で真実を暴くという、でこれはですね、まあ、もうアメリカではもう1970年代ぐらいからジャーナリスト、つまりメディアというのはこういうことをしなきゃいけないんだっていう、まあ、一つお手本となってきたんですね。これ、まあ、必ずしも欧米のジャーナリストがみんなやってるわけではない、ただそういうものが最も高いスタンダードなんだということを1970年代に確立して、そういうものを表彰していきましょうというふうにしたわけですね。とは日本はやっぱりそうはならなかった。日本はまあ、NHK が非常に最たるものですが、政府の情報をいち早く取ってきて伝える、これがまあ日本の伝統的なジャーナリズムで、いまだにやはりそれが大きな位置を占めているわけですね。で私がこれをですね言い出しているその最大の問題、やっぱその弊害がもう出てきているということです、ということをちょっとひとまずおさらいとしてお伝えしたいんですが、でこの写真は皆さんご記憶にありますよね。米朝首脳会談の、翌日の、まあ、大手新聞各社の記事でございます、まあ、ほとんど同じ書いてるんです、ね、まあ、これ自体が別に問題というわけではないんですけども、とりあえず始めたいスタートとしては、この米朝首脳会談というものが、まず行われるまでの間にどういう報道があったかということなんですね。でちょっとその前にちょっとまた脱線しますが、動かないですね。詳しい。すみません。私ですね。これは2017年1月20日、ワシントン DC でございます。NHK を2016年の12月31日に退職しまして、翌日、私は家族も捨てて、家族を放って、一人アメリカへ行きました。で、それ以来アメリカのに滞在をして、ずっとこのトランプさんというものを一応追ってみようと思ってですね、追いかけました。でこれは、まあ、また1月20日、これ私が撮った写真ですが、大統領就任式というのはですね、ホワイトハウスでやってないんですね。私知らなかったですけど、ホワイトハウスじゃなくて、これ議会ですね。議会の、バルコニーでやられていて、これはだからもうこの先の方にいるんですけども。でここに私がいるわけですが、この閑散とした人は写真を見れば明らかでございまして、ところがトランプさんはですね、この就任式は史上最高の人だったとこう言い張ったんです。これはですね、ワシントン DC のこう中心部なんですけども、オバマさんが最初に大統領になった時の就任式というのはもう本当に人が埋め尽くしてですね、この前ぐらいの距離のこっち側にリンカーン大統領の銅像があるリンカーンメモリアルというのがあるんですけど、まあ、この間大体3キロぐらいあると言われているんですが、ここにまあ人が埋め尽くした。でトランプさんは、まあ、とにかくオバマさん嫌いですから、俺の就任式はオバマ以上だとこう言ってるわけですけども、まあ、この写真見ても分かるんですけど、どう見てもいないんですよね、まあ、こうしょうがない。ところがまあこういう報道というのは実はトランプさんは打ち消そうとこう躍起になって、それがまあ実際アメリカでも報じられてきて、
まあ、これがまあある種こうフェイクなのかファクトなのかっていう一つの、まあ、論争になって一番最初のケースになるんですね。で当時私はですねその、まあ、こういうその現象だけ追ってても別に面白くはないんで私は何をしてたかというとですねこの1月20日にトランプさんが大統領になった時からもうすでにアメリカで2つの問題が起きていったんですね。でこれは実はあの私は新聞をチェックしかしてないんですけどだから皆さんに逆に聞きたいぐらいなんですけどこの時にすでにアメリカではもうその社会の分断というのを言われてきた。ここをご覧いただければ分かるんですよ、まあ、白人だけです。あの私ももうとにかく、まあ、あんまり人も多くはなかったので見ましたけどもあの黒人は愚かですね、まあ、要はアジア系なんて私ぐらいです。であと中東の人なんかほとんどいない。でヒスパニックについてはですねよくわからないのは、まあ、中にはこう白人のような顔したヒスパニックもいるんですけど我々が普通にこう中南米って言ってる人のような人はいないですね。で大体やはり白人の私あるいは私より年配の方がまあこうバーッと集まってトランプ支持、まあ、こういうトランプさんのいろんなものをこう、まあ、周りで売ってるわけですけどもこういうものを買って集まっている。でこれが一つですね。でもう一つは、今最近日本の報道でもやっと出てくるようになったトランプさんの疑惑ですね。でトランプさんの疑惑というのはあのもうこの段階で実はかなりも言われていてこれがまあ一つの理由としてこの大統領というのは正当性があるのか。でこれはまさにそのロシア疑惑と言われているものですけれどもこのロシア疑惑の根幹というのはですね何かというとトランプさんというのは日本ではですね何と言われているかというとものすごい資産家である、まあ、その裕福な成功したビジネスマンと言われているわけですね。でその裕福なビジネスマンがそのビジネスの経験を生かして彼は大統領になった。だからこうディールっていうことを言うわけですね。でこれ日本の報道でも最近盛んに言うわけです。ディールなんだと。だからそのいろんな外交政策もディールだと言ってるわけですね。ディールつまり、まあビジネスである相手に対してこうふっかけてでいい条件をとあたかもそれはまあなんていうねあの他の大統領はできなかったような指導力を持ってるんだっていう意味にも取れる。で私はですね本当にそうなのかはわからない。当然私の取材力ではこれに目をつけた。これ何だかわかる方いらっしゃいます。この中であのアメリカに行ったことある方ってどのくらいでしょう。あ、いるんです。ワシントン DC に行ったことある。その首都のワシントン DC わかります。これこんなの見たことある。これはね、実は建物は有名なんですよ。え？ああ、そのお墓というのは多分アーリントン墓地とか向こうで、これは本当にど真ん中。場所から言うと、私が今立ってますよね。ここがホワイトハウスです。ホワイトハウスの斜め向かいぐらいですね。で、この通りはペンシルバニアアベニューっていう、まあ目抜き通りです。大統領に就任した人はつまり大統領が最初にパレードするのはここなんですね。でここにあるこの建物はトランプさんのホテルなんです。トランプインターナショナルホテルって言うんです。もう恐ろしい話ですよ。大統領が自分のホテルをホワイトハウスの向かい斜め向かい持ってる。でやっぱりこれに私は関心を持ったんです。なんでこんなことをしてるんだろう。私はあの宿泊を試みてみました、まあ、中に潜入しようと思ったら、まあ、宿泊した方がいいな。一番安い部屋を、まあ、あの入ったんです。これは7万円しました。日本円7万円返せっていうぐらいの。でですねまずこのホテルの中をいろいろこう調べたわけですね。調べていろんなところを見に行くわけです。別に私は宿泊客ですから何の問題もないですよね。別にあのポーターさんに話し上げて君前どこで働いてたの。つまりこれ
大統領選挙は2016年の、11月ですね。だから2016年にずっとこう選挙があったわけですね。でこれオープンしたのは2016年の10月なんですよ。まあ、私が NHK で、まあ、最後の仕事をしている頃に、まあ、オープンしてるんですけども、そうすると当然従業員はいろんなとこから引き抜かれてるわけですね。でこういろんな人が聞いてたわけですよ。あなた前何してたのってこうそれとなく聞いてたんですけど、そうするとまあ一応答えてる。割とこう超名門ホテルですね、世界中っていうかそのアメリカのいろんなところのホテルで働いてた人たちがこう引き抜かれてるわけですね。でへえと思ってると、でまあ写真も撮ってたんですね。でこう写真撮ってて、別に写真って普通に観光客で撮りますよね。で部屋に戻っていったらいきなりこう電話が鳴って、あなたはジャーナリストですよね。であなたが写真を撮ってることはこちら確認してます、その写真は使うことはできますとこう言われた。この恐怖感っていうのはですね、私をなかなか、えもう監視されてるのこれっていうぐらいの、でそのぐらいやっぱりこう強い監視があるホテル でそれを私が当時、まあワシントンにいましたから、いろんなところにこう情報公開請求をして、このホテルっていうのはどういう資産形成をしているのかこう調べていったらですね、ドイツ銀行が全部融資してるね、60年融資ですよ。全部ドイツ銀行が、つまりその融資して、でそれによって作られてる。で60年間、まあ、無事に返済すればトランプさんのものになるけども、60年間という期間返済が滞ればドイツ銀行のものになってしまう。でもともとこれアメリカ政府の建物なんですね。アメリカ政府が持ってた建物をトランプさんが借り受けて、でドイツ政府から借金、ドイツ銀行から借金する。問題はですね、ものすごい金額なんですよ。でこれ本当に払えるかどうかは分からない。でドイツ銀行は実はアメリカ、もう今ヨーロッパで問題になってますけど、当時からもうそのマネーロンダリングとか不正融資がもう表に出ていて、アメリカ政府の調査対象だったんですね。でこういう銀行から巨額な融資を受ける大統領あり得るのかと、こんなことかですっていうような問題がもうどん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 見えてくる。私が、日本人の私が、ね、ちょっと調べただけで出てくるわけです。これは大変な大統領だから。で当時ですね、やっぱりいろんな人に聞くと、これ見えないですよね、この裏にね、プレジデントホールっていう、まあ、まさに大統領のホールという名称の、まあ、これは別にまあどのホテルでもそういう名称を作るかもしれませんけど、そういう大ホールがあるんですね。でここはですね、ほとんど中東の大使館がもう毎晩借りるわけです。何が問題か、いくら払ってるか分かんないんです。例えばですね、当時言われてた、これはまあ確認はできないです、サウジアラビアなんかよく使ってるわけです。で例えばサウジアラビアが一室借ります、一室借ります、1億円払いますって言っても誰も分かんないです。これ民間のホテルですから政府も分からない。でホテルトランプさんが何も言わなきゃ誰も分からない。つまりいろんなものが分からなかったらない大統領。じゃあなぜこうロシア疑惑とこういう話が関わってくるのかというと、まあ、それは後でロシア疑惑というふうにちょっと詳しく話しますが、なぜドイツ銀行が融資したのか、これは分かんない。なぜならトランプさんというのはビジネスで一つも成功してない。この人は自分の会社6つ倒産させてるんですね。ところが不思議なことがあるんです。何度倒産しても生き残るんです。数年前にあるゴルフ雑誌の取材をトランプさんの息子が受けて、そこでゴルフ雑誌ですから、まあ、あのゴルフの、トランプさんからゴルフ経営をやってたんですね。で、そのですからトランプそのゴルフ雑誌の取材に息子さん、エリック・トランプっていうその息子さんが応じたわけですけど、その時にゴルフ雑誌はこう聞いたわけですね。あなたのお父さんは何度も倒産してて、よくそのゴルフ場を維持できるっていう聞いたら、息子さんは何と答えたの。大丈夫です、ロシアの銀行が融資してくれるから。答えてです。昔、今彼はそのインタビュー自体を否定してますが、当時はそう答えてるんですね。つまりその
なぜ銀行から巨額な融資が引き出せるのか、なぜロシアとのさまざまなつながりを問題にするのか、全てこの人のビジネスと実は関係があったんじゃないかという、これがロシア疑惑。ところが日本の新聞を読んでも全く分かんないです、そんなことは。つまり日本の新聞が言ってるロシア疑惑というのは後でまあ説明しますが、ロシア政府がトランプさんを勝たすために選挙に介入したんだというまあ一点張りなんですね。まあ、そういう簡単なものではもないということをちょっと踏まえておいていただきたい。ちょっと長い前置きなんですけど、これから本題です。で、まあ、あの日本のメディアは、まあ、実を伝えてないんじゃないかというのはですね、私はその2017年の8月に日本へ帰りました。ただの失業者でございまして、ハローワークへ行って仕事を探しに行ったんですけど、私にある仕事は介護士の仕事しかなく、まあ、あのありがたいことに介護士の、介護士もですね、そのハローワークの方に言われたのは、まあ、立岩さんもう50超えてますから介護士は大阪、私大阪で今住んでるわけですけど、大阪で有効求人倍率は4倍なんですね。一番いいんですけど、ただやっぱり、まあ、若い人が優先されるんで、やっぱ50超えてるとガイダンス受けた方がいいって言われて、ガイダンス受けてる最中にこの大阪の毎日放送というところからですね、ちょっとコメンテーターをやってくれって言われて、ですからガイダンスは受けたんですけど、いまだにあの介護士はやっておりませんで、まあ今からやれと言われてもなかなか辛いとは思うんですが、でその大阪のテレビ局のこの情報番組ですけども、出てる時にですね、私はまあコメンテーターですから、まあ、いるんですが、まあ、こういう有名な方まあ私がこういうと、まあ、その問題にはなりますが、まあいいんですけど、まあ、有名な先生方が来るわけですね。でこういう有名な先生方がですね、とてつもない分析をするんですよ。そのアメリカトランプ政権がいかに緻密な、外交戦略を持ってそのアジア政策をしているかっていうことをですね、こういうわけですね。でその一つ、これはですね、時期的に言うと、まだ2017年の夏でございます。でこの大先生は何と言ったかというと、とにかくそのこの大先生はですね、トランプ政権というのはもう北朝鮮の体制を変更させることを目的にしている、だから北朝鮮と対話することはありえないし、その強硬的な、ね、手段によって今真新のように北朝鮮を締め殺そうとしているんだとこうおっしゃってるわけですね。でこれはあの この時は良かった、まだ電話ですから良かったんですけど、これスタジオとか来られるとですね、目の前でこうバーッとこう言われるわけです。私はですね、当時は真逆のことを言ってたんです。まず、トランプさんにそういう政策ない、基本的に。でトランプ大統領は多分考えたこともないし、その日本のですね、有名なその専門家の方がですね、いろんな分析をされるのを聞いて、仮にですよ、仮に、まあ、小川先生とかいらっしゃるんで、あんまり小川先生のことをおっしゃって言ってるわけじゃありませんが、その有名な方の分析をですね、仮にですよ、私がトランプさんに、あなたこういうふうな分析をした、こういう政策をこういう根拠によってやってますかと、もし仮に僕が言ったら、トランプさんは多分こう言うだろうっていうのは、それは誰の分析だろう。まさか自分が分析しているところさえ思ってないですね。でこれはなぜかというとですね、トランプさんの支持者に聞くと分かるんです。ちょっと振り返ってその1月20日、私はそこに集まったトランプさん、コアな支持者ですね、中西部とかの皆さんです。あなたは何を求めますか。外交政策とかね、安全保障って言った人誰もいないですよ。職ですよ、職。職では食べる方じゃなくて、仕事ですね。ジョブなんだと。つまりビジネスマン大統領だから仕事を持ってくるんだ。これだけなんですね。そこでですね、北朝鮮のミサイルに対処してほしいなんて、そんなこと言う人はいないんですよ。で当然トランプさんだってそんなことはほぼ眼中になかったわけです。で何を隠そうですね、私はずっとトランプさんの発言をずっとフォローして、記者会見をするたびにその全文読んだりツイートを見たり、実は
私がいたアメリカ時代からトランプさんはですね、一つの大きな傾向があって、民主主義を声高に叫ぶ指導者とはうまくいかない。これは明らかに。例えばドイツのメルケル首相、この人はホワイトハウスに来たわけですね。で、ご存知ですか、あのホワイトハウスで来ると大体2人こう並んで、トランプさんこっち座って、こっちに来賓が来て、で大体握手するんですね。で、目の前にカメラマンがいて、握手してくださいって言ったら握手します。メルケルさんが来た時にカメラマンが握手してくださいって言って、メルケルさんが英語で握手しましょうかって言ったら、トランプさんずっとこうやってたんですよね。握手さえ拒否した。ところがですね、民主主義を言わない指導者とはうまくいくんです。これ安倍さんとは言わないです。安倍さんとは言わないですけど、まずはプーチンさんね。プーチンさん、あと米中は様々ありますが、習近平さんに対しては非常にいい印象を持って、あとはイスラエルのネタニヤフさん、フィリピンのデテルテさん、そしてなお何を隠そう、キム・ジョンウンさん。キム・ジョンウンについては彼はツイートで再三にわたってですね、会えるなら光栄だとまで返す。なかなか日本では報道されないんですけど、そういうことは実際に彼は打ってるわけですね。で、私がいた2017年の2月、つまり2017年の1月に、大統領だったんですね、トランプさんは。2017年2月、その就任から1ヶ月しないうちに、実はワシントンで大きな動きがあった。なんと、北朝鮮の外交官の、その高位の外交官をですね、アメリカに呼ぶという動きが露見するんです。で、これは政府が呼んでるわけではないけども、シンクタンクが呼んでるんですけど、明らかにトランプ政権の意を受けてるんではないかというのが当時の、まあ、情報だったんですね。というのは国務省がですね、かたくなにそれを拒否したんです。国務省がビザを出さなきゃいけない。ところがどうも聞いてると国務省は出したくない。なぜなら北朝鮮の政府高官がアメリカに来るのは極めて例外で、来れるのはですね、国連があるニューヨークだけなんですね。他に行っちゃいけない。でそこでなおかつアメリカ政府の人間と接触をすることも禁じてきたんです。それをいきなり北朝鮮の外交官を呼ぶわけですから、国務省としてはこれまでやったことないことをやるわけですから、これ極めて難色を示すわけです。ところがトランプさんの意を受けたと思われるシンクタンク、これはもう私も行きましたけど絶対取材には応じませんでしたが、もうそのとにかくやるんだと。でビザを出す前の日にですね、国務省は裏技を使うんですね。これは何かというと、ちょうど、マレーシアでキム・ジョンウンさんのお兄さんが暗殺されますね。あれを理由に国務省がテロ、これはテロだったということで、テロ対策法を用いてビザの発給を取りやめた。ところが面白いのは、朝の段階ですね、北朝鮮にはビザを出しますって言ってたんですね。で、向こうはもう用意してた。ところがいきなりかというのは、まあ割と大きなニュースになっていて、この頃からですね、これはね、キム・ジョンウンと会うなと、まあ、こういう情報を持ってればそう思うわけですよ。で、私はこの忘れもしないですけど、こういう極めて厳しい不利な状況の中ですね、有名な先生方がもうバカ言ってんじゃないって言われる中で、私は最初去年、一昨年ですね、の8月31日の番組で、いや、トランプとキム・ジョンウンさんは会いますよ、これ。多分。米朝首脳会談もいつ会ってもおかしくないですよ。まあ、当時はですね、何もわけは、もう、大先生が、立岩さんは極めて誤解してますね、みたいなことをおっしゃってましたけど、流れを見てるとですね、そういう流れなんですね。普通に考えればですね。これは何かっていうと、やっぱトランプさんに戦略はないからなんですね。戦略がある大統領であれば、まず国務省の言う通りに物事を積み重ねますから、それは米朝首脳会でありえないです。トランプさんは最初から国務省を無視してるわけですから、何があってもおかしくない。ということで私は言ったんですけど、まあこれが一つですね。で、じゃあその、こういう方々がおっしゃってるような、トランプさんが体制変更を求めるような発言を過去にしてるのか。してないです。これも後々説明しますが、例えばですね、こういう報道があったんですね。
あの平昌オリンピックの時に、まあ、南北が、まあ、接近するわけですね。で私がこう出てるその毎日放送の番組なんかはまあ比較的穏健な番組ですけど、やっぱりこう参加者みんな何やってんだ韓国はとこうなるわけですね。もうまた北朝鮮にいいようにやられて、これはまあその番組の中の雰囲気もそうですけど、もう結局新聞もそうですよね。これはもうあの天下の朝日新聞です。なんて書いてあるか、南北接近日米冷ややかと書いてあるんですね。で我々は今これが事実じゃないことを知ってるわけです。でこの記事はですね、極めて問題があると私は当時から言っていたんですけど、南北接近日米冷ややかと言ってるわけですよね、記事は。ということはアメリカにも取材しなきゃいけない。日本が冷ややかなのはもう当然だった。日本は当時から北朝鮮とは対話しないと言ってきているわけですから、まあ、日本政府の関係者、まあ、これはまたさっき後で言う関係筋がまあ喋るわけです。関係筋はもう、ところがアメリカについては取材してないんですよ。でも南北接近日米冷ややかとなっていくわけですね。根拠ないんですよ。何も根拠はない。しかも我々が知ってるのはこの時期アメリカは冷ややかどころか CIA の長官が北朝鮮に行ってたわけですね。こういうことがですね、実はこの国際報道と言われているものの中では極めて多い。特に多いのは、まあ、あのトランプをめぐるその米朝というところで、まあ、ちょっと今話をしているわけですけど、大丈夫、時間はありますね、まだね。で、ちょっとその事例をいくつか見ていきますと、この方、どなたか分かります？この人は分かりますね。この二人はどうと思います？この人は、はい、どうぞ。そうね、テラーソン、レックス・テラーソン、国務長官ですね。国務長官を、まあ、辞めたわけですけど、この人はですね、まあ、ご存知ですかね、あの石油のメジャー、あのエクソンモービルの CEO だったんですね。で、なんでこの人が国務長官になったかは全く分かんない。全く分かんないです。あの唯一、まあ、もっともらしい説明というのは、トランプさんがしたのはですね、まあ、彼はそのビジネスマンとして成功してる、でその交渉力を使うんだとこう言ってきたわけですけど、この人が、国務長官になって最初に大きな問題になったのは、この人は記者会見を一切しなかった。そう、例えば国務長官が、ロシアの外務大臣と会いますと、ところがアメリカの記者は国務長官とロシアの外務大臣のやり取りが何だったのかわからないです。記者会見がないから。どうやってわかるかっていうと、ロシアの外務省がロシアの記者に話して報じられた内容で書いてるわけですね。これ前代未聞だ、大問題になるわけです。でどうもですね、ここは僕はの推測なんですけど、トランプさんの、まあいい悪いですよ、トランプさんが一つですね、この政権の中でやろうとしていることの一つに国務省外しがあるわけです。明らかなのは国務省の予算、これ 30% カットしました。さらに言えば、ちょっと話は戻りますが、トランプさんはですね、1月20日に就任したわけですね。各国にいるアメリカの大使に1月20日までに職を離れろという指示をしているわけです。ですから東京にいたケネディさんも1月20日前に飛んでそのアメリカに帰ったわけですね。つまり引き継ぎをさせなかった。つまりもう国務省に仕事をするなということです。どうしてか。だからこの人はいるわけです。で、この人に多分仕事をするなと言ったはずなんです。ですからこの人はですね、韓国に行った時に何をしたか。38度線で行ったんです。ところが、普通はですね、国務長官、これはまあ日本で外務大臣ですね。で、韓国に行きました。普通はね、大使館に行くんですよ。大使館の職員を慰労するんですね。頑張ってくれてありがとうと。大使館も行かなかった。マスコミを連れていかなかった。もう大問題になったんですよね。これは多分ですね、この人がっていうより、あのトランプさんがそういう指示をしてたと思うんですよね。ところがある日、テラーソンさんは明らかにトランプさんに反旗を翻し始める。それ国務省とちゃんと議論をし始め、記者会見も始めるわけです。
その頃からトランプさんとの仲は非常に険悪になっていくわけです。でこれはアメリカのメディアをウォッチしてるだけでもよくわかるわけです。ところがでまあこうしたら解任されるね。日本の報道はこの解任をどう言ったか。国際協調派のティラーソンが特に北朝鮮ですね、北朝鮮に対して強硬的な姿勢を取ろうとするトランプ政権の中で浮いた存在になって切られたんだ、こういうふうに説明したわけです。だから見ろと、アメリカは北朝鮮に強硬的なんだということで、まあ、先ほどご紹介させていただいたような大先生方はほら見ろと、米朝首脳会談があるわけないんだよという話になったわけですね。全く嘘ですね、この説明も。ティラーソンさんが首を切られた理由は一つなんですよ。トランプさんをバカにしたからです。この方はバカにした人は絶対許さない。これはもうあの明確な証拠があるんですね。トランプ政権というのはですね、あのアメリカは皆さんご存じと思いますが、あの局長以上のポストというのは政治任用ですね。トランプさんが一人一人を任用する任命するわけではありませんが、基本的には大統領が権限を持ってその4000人を指名していくわけです。それはまあ局長以上ですね。で全然埋まらないですね。なぜ埋まらないのか、特に、この人は国務長官やってる時の次官補のポストほとんど埋まってないですね。なぜか、一度たりともトランプさんを批判した人は絶対任命しないんです。教育担当の役所に次官補が任命されたんですね。ところがその後トランプさんを批判している文書が見つかった。クビになってる。そういうことをやるから基本的にはですね、好き嫌いでものを割と判断する人、これはね、あの実は皆さん知っといた方がいいですよ。ティラーソンさんは何て言ったかっていうと、まずそのパリ協定からまあ離脱しました。まあこれはもう反対したけどしょうがない、この人はまあこういうふうに言ってたから。次はイランですね。イランとの核合意を破棄すると言ったわけですね。でみんな反対したわけです。この人も反対したわけですね。つまりどういう理屈か、その後あの辞めさせられるそのマティスさんも反対したわけですね。アメリカが中心になって取りまとめたものをアメリカが自らこう辞めるというのは、アメリカの国際社会による発言力が低下するんだという極めてまっとうなことを言って、ところがトランプさんはダメだ。その時にこの人は何て言ったか、英語でそのモーロンって言うんですけど、この脳なしって言っちゃったんですね。でそれはトランプさん聞いてなかった、聞いてなかったけどもニューヨークタイムズが書いちゃったんです。以来喋らない、2人は会合にも呼ばないっていう風になっちゃったんですね。だからもうアメリカではですね、このテラーソンさんが辞めるもう数ヶ月前、私の記憶でも、つらいでしたね、2017年、ちょっと終わるんですかね、あ、2017年ってことないですね、2018年、去年のもう10月ぐらいにはもういつ辞めてもおかしくないと言われていて、でまあ何ヶ月かして辞めたわけですね。ところが日本の新聞はどういうかというとですね、それはやっぱり強硬派と国際協調派の内乱、いわゆるその政権内の闘争だったという書くわけです。極めて高度なこう分析をするわけですけど、そういう分析はことごとく外れるんです。そういう立派な政権じゃないです本当に。これはね、皆さん分かっていただきたいのは、だから米朝首脳会談はできるんです。その代わり何の積み上げもないから結果当然こうなるわけですね、っていうことがこの流れからも見えてくるわけです。なおかつですね、この国際協調派のティラーソンさんが首を切られたというのは極めておかしいのは、最も国際協調派と言われているのは娘婿の、あの若造なんですね。 若造って言っちゃいけないんです。あの若いまだ30そこそこの、クシュナーさんって言うんですけど、この人は一番の国際協調派と言われているんですね。ところがこの人は一回もあの退けられたことなくて、いまだにトランプさんの最大の、まあ、支援者的なこう顧問という立場ですけど、そういう立場なんです。ですからトランプさんをですね、トランプ政権を今後考える中で、よく日本のメディアですね、まあ、私もイランにいた時強硬派だとか、ね、そのなんか融和派だとかこう使いましたけど、こういう言葉がほとんどね適したない。
トランプさん自身がそういうベクトルの中では仕事はしてない、多分、ね、ですからそういう言葉を使う新聞報道あるいはまあ NHK なんかされてるもの、そういう言葉に対しては極めて懐疑的に見た方がいいと、例えばですね、まあ、ちょっとこれはまあ少しあの英語の話になるんですけど、あの皆さんあの最近なんですけど、あの大坂なおみさんの記者会見で誤報があったっていうのはご存知ですか。あの大坂なおみさんのですね、記者会見っていうか、その日清食品が大坂さんの、あのプロテインスクエアの大坂ですよ、スポンサーなんですね。で日清食品がなんか大坂さんのアニメーションを作ったらしいんです。でところがこれがあの白い、そうですね、あの大坂さんは褐色だったんですよね。褐色なのに、まあ、白人、まあ、白人とまで言わないですけど、まあ、日本人と白人を足して2で割ったような絵を作っちゃったんですね。でこれがすごい批判されて、これはまあ、あの日本ではね、あんまり僕も日本でそのこれ批判するかなと思うけど、欧米ではこういうのはホワイトウォッシングって言って、あのつまり白人崇拝の一つのシンボルみたいになっちゃうわけです。そうするとそれを許容している大坂さんも白人のいわゆる白人信仰の中にこういるんじゃないかっていうふうに見られかねない話なんですね。ですからその全豪オープンの時の記者会見でアメリカかどうか分かんない欧米の記者からこう問われた。でその時大坂さんはこれ関係ないですよ、これ関係ないですよ、大坂さんは明確に問題を指摘したわけです。でしかもスポンサーに言ってやめてもらったと言ってるのに、なぜか朝日新聞と G 通信は逆を書いちゃったんです。これは単純な誤訳なんですよ。ただ誤訳って意外に多いんですよ。あの私はまあ特に朝日新聞読んでるからってのもありますけど、朝日新聞は非常に誤訳多いですね。例えばそのちょっとここに行く前ですけど、これまあ朝日新聞誤訳してるんですけど、米朝会談の後にトランプさんがその記者会見であの拉致問題について問われたんですね。記者会見をやっていて、その時に朝日新聞にはこう書いてあった、ね、拉致問題はうまくいくだろうと答えたとなっているんです。これかなり大きく、そうは言ってないんですね。うまくいくだろうではなくて、トランプさんが言ったのは拉致問題については何か進むことがあるだろうと言ってるわけです。で朝日新聞以外はちゃんと書いてるんですけど、朝日新聞だけ何かうまくいくだろう、これは実は僕はかなり問題じゃないかと思うんですけど、まあ訂正を求めるほどの話じゃなかったんで、別に私も訂正は求めてませんが、あのまあ前あのここでも講演されてるその柳井さんなんかは割とこう執拗にこう訂正を求めたりしてですね、まあ一個その柳井さんが訂正をさせた朝日新聞、まあ、NHK はあの時訂正してましたけど、あのトランプさんが北朝鮮にその無敵艦隊を派遣した、こう無敵艦隊を派遣したというふうに言ったというふうに、新聞、まあ、この共同通信が最初書いて、それをみんなキャリーして書いてるわけですけど、無敵艦、まあ、これもね英語の問題だから別にまあどうでもいいやとは思うんですけど、トランプさん何て言うかってアルマータってのはつまりあの確かにスペイン語のスペインの無敵艦隊を指す言葉なんですけど、これは正確にはですね、ザ・アルマータだとそうなんです。ところがトランプさんはアン・アルマータ、つまりその一般名詞として使っている。そうするとこう辞書を見ると漁船団もアン・アルマータ、つまり船団のことを言ってるんですね。でところがトランプさんは強硬だという主張ですから、日本のメディアは強硬な大統領が今にも潰したい北朝鮮に対して船を出したっていうことは、それは無敵艦隊というふうに、まあ、見出しを作っちゃうわけですね。でそれは本当に無敵艦隊と確認したんですかと言ったら確認もしてないということで、あの時は NHK とか朝日新聞がその柳井さんの指摘に応じてちょっと修正はしたということ でその時もですね、別にあの航空母艦と巡洋艦だけですよ。でしかもなんかトランプさん潜水艦も1個つけてるっていう、普通はそういうことは言っちゃいけない。おばさん、潜水艦もつけてって普通言わないですよね。潜水艦が隠密行動をしてるはずの潜水艦が一緒に空母と一緒に動いてるとまで言っちゃうというですね、この辺がまあトランプさんならではです。つまりこの人が本当に深く北
北朝鮮という問題をどこまで胃の中にですね押し込めて理解をしてものを言ってるかって極めてわからないわけです。で、例えばこれなんかそうなんですね。これなんて言ったかというと、そのまああるわけでよくその当時今やってませんけど北朝鮮がミサイル撃ってるわけですね。それに対してどうなんだどうなんだこうマスコミがトランプさんこうに追及した時、トランプさんはこれ I will only tell you ってのはいいんですけど We will take care of it って言ったわけですね。 We will take care of it。 でこれを例えば朝日新聞なんかは我々は対処するってこう書いてあるんですね。我々は対処する、我々は対処するってことはつまり何かする、つまり何かするってことは極めて緊張感を強いられる瞬間を我々は期待するわけです。期待、まあ、期待っていうか、まあ、が起こるだろうと思うわけですね。でも何も起きてないです。答えは簡単なんです。これアメリカ人に聞くと We will take care of it というのは逃げる、逃げ工場のことなんですね。ああもういいな、やっとくから。例えばこれコピーしといてくださいって言った時に、ええー、もうや後でやっとくからっていう時に使う言葉なんです。 We will take care of it、 つまりやらないという意味なんです。本当はやらないとは言わないけど、まあ実質的にはやらない。それこういうですね誤訳は多いんですよ。そうするとそれを読んでいる読者はもうトランプはもうやるのかと。当時ですね NHK の私の元同僚ですが解説では何て言ったかっていうと、この時期ですね、そのあの渋五時っていう番組がありまして、そこに出てきたの解説員がアメリカは北朝鮮を巡航ミサイルで攻撃する用意だと言ったんですね。聞いてるアナウンサーはもう驚きですよ。えっていう、あ、じゃあ用意でもない、もっと強かった。アメリカは巡航ミサイルで北朝鮮を攻撃する可能性があると言ったんですね。で、つまりですね、これ正確には誰が見ても分かるのはアメリカは北朝鮮を巡航ミサイルで攻撃する能力は持ってますよ。ひょっとしたらそういうような状況を想定もしてるかもしれない。ただですね、テレビ出てきて攻撃する可能性があるというのは極めて緊迫感を演出しちゃうわけですね。例えばそんなことを言い出したらですね、中国だってロシアだって核ミサイルを持っててこれワシントンね撃とうと思えば撃てるわけですね。常にこう映画になんかなるわけですね。撃とうと思えば撃てるわけです。じゃあそこに NHK の解説が出てきて、ロシアはワシントンにミサイル、核ミサイルを撃つ可能性があるって言うか、言わないですよ。このこと言ったらこの多分解説員はクビになるわけですね。そんな状況じゃないからです。そういうことはですね、割と安易に言われてる。でこれはまあ私もあの自分の記事の中で一応指摘したことありますが、そういうことがまあ非常に横行している。例えばですね、トランプさんについてアメリカのその政策というのはいくつか出て、あの、まあ、ちょっと時間がないので今日お見せしませんが、アメリカは2017年に国際戦略教書、長書というのを出したわけですね。これはマティフさん、さっきのティラーソンさん、国防長官、国務長官が、まあ、その部下に作らせて、で最後にトランプさん署名してるんですよ。トランプさんも一応書いてるんですね。でだからトランプ政権で出てきた最初の、これは戦略的な、あ、そのアメリカの戦略を示す報告書となってるわけですね。この中で明確になったのは、これは日本でも報道されてるんですけど、ロシアと中国の脅威に対して極めて、強い危機感を示したということですね。これは不思議なんです。なんでこの報告書にトランプさんはサインしたのか。トランプさんは常にその逆を言ってきたんですね。なぜだか分かりますか。これはもう本当に想像ですよ。読んでなかった。トランプ大統領は A4 1枚以上の文書は読めないと言われる。これは彼は大統領になる前から言われる。彼はあの社長だったわけですけど、彼は常に部下に言ってたのは A4 1枚以上の文書は持ってくるだと言って、 A4 1枚以上の文書を持ってくるとその場に投げる、その
渡辺謙さんで小さくて読めないみたいなことをこうやるわけですね。読めない、読まないんですよ。でアメリカの大統領っていうのはですね、情報機関とあと国防省のそのお歴歴っていうか、その各陸海空海兵の4軍のから毎朝ブリーフィングがあるわけです。その世界の軍事情勢についてのブリーフィングっていうのはプレジデントなんとか、なんとかっていう、ちょっと名称が変わって、オバマさんの時はですね、これ大体1時間半は優位に取ってやるわけですね。でああだこうだ。でトランプさん半分もない、長い説明してもわからない、あと文章を出さない、文章は簡潔に、こういうね、あのもうルールができちゃってるわけですね。なるべく絵で示せ、最もすごいのはこれなんですね。例えばそのインテリジェンスの世界というのは対立する2つの答えが出ちゃうことがあるわけですね。例えばイスラエルはイランに対してどういう政策を取るのか、韓国は北朝鮮に対してどういう政策を取るのか、こういう情報もあります。しかし反対のこういう情報もありますっていうのがあるわけです、現実には。トランプさんには絶対1つしか出さない、これルールがあるんです。2つ示すとわけわかんなくなっちゃう。これはですね、アメリカで本当に報道されるんです、そういうふうに。私が調べたんじゃなくて、アメリカの新聞に書いてあるんです。これで、どういうふうにこの大統領判断しているのか、極めてわからない。で例えば、ところが日本は、この世界に勝ったら朝日新聞でさえ、ずっとアメリカの強さを北朝鮮に発信。でこれは何を言ってるか。トランプさんが韓国の国会で演説したんですね、1時間。朝鮮半島政策について。でこれはですね、私もずっと CNN を見てたんで、CNN なんかも最もこれ注目したんです。なぜなら、トランプさんは本来出すべき戦略調書の中の文章を読んでない。読まずにサインしてる。その中で北朝鮮はほとんど触れられてない。ロシアと中国にちゃんと警戒しなきゃいけないっていうことを言ってるわけです。でこれは全くない。トランプさんだけ右往左往してるんですけど、アメリカの国務省、国防総省の対応は全く変わってないですね。でこれはもうマティウスさんもティラーソンさんもそう言ってるわけです。ロシアと中国なんかこう言ってきてるわけです。ところがトランプさんはそういうこと言ってないんですよ。じゃあ初めて韓国の国会で喋るトランプさんが、じゃあ北朝鮮について何を言うのか、これは初めて問われたんです。でそれを韓国でトランプ氏演説、軍事力全面に強く威嚇、アメリカの強さは北朝鮮に発信とこう書いてあるんですよ。私はですね、演説も聞いて、アメリカは今その大統領もだけじゃなくて演説の全文がもうすぐ出ますよ、スクリプトで。それも読んで、この新聞を読んで、いつから書けました。これは同じ演説を聞いてたとは思えないです。これはその文で、これもあのハイライトしても読めないと思うんですけど、彼は何と言ったかというと、1時間の演説の中で、まあ、彼は言ってて、そうですよ、朝鮮戦争以降、アメリカと韓国というのは手と手を携えて頑張ってきて、ほら見ろと、北朝鮮真っ暗だけど、韓国はこんなに明るい、まあ、こういうことは言ってるわけですね。まあ、彼はあの特有のすごい荒い言葉を使いますから、非常にまあロケットマン、まあ、ここでは言ってないんですけど、いろんなこと言うんですけど、北朝鮮について言ったらこれだけなんですね。しかもここで何を言ったかというとですね、こう言ってですね、ここはですね、正確にはここ文書にあったんですけど、ここで、この通り言ってるんですけど、北朝鮮というのはあなたのおじいさんが言っているような天国ではないって言ってる。だからまあ明らかにこう金正恩さんにメッセージを送ってるわけですね。しかし次は大事なんです。しかし我々はあなた方が人類に対して行ってきた卑劣な犯罪行為にもかかわらずですよ、我々はあなた方が天国に来るための道を用意する準備をしているって言ってるんです。これを普通に読めば対話しろと言ってる言葉なんです。これ本当にそう言ってるんですよ。こんな記事にはならないんです。なぜこういう記事なのかっていうのを次ちょっとお話ししたいんですが、これは多いんです。例えば国連
これはそのトランプさんは同じようにこう国連で、あ、半ですね、ちょっともう時間がなくなってきたという、じゃああと10分以内なんとか、国連で演説をしてロケットマンと言った、これはまあ、あの、まあ、確かにアメリカでもこれはもう恥ずかしい、なんだお前、そのロケットマンだなんだってこう言われて、トランプはもういい加減なやつだってこうなったわけですけど、日本ではロケットマン、もうその北朝鮮との対立関係がね、もう頂点に達したというふうになるんですけど、そこでも同じなんですね。トランプさんはですね、よくわかんないんですけど、キム・ジョンウン好きなんですよ、多分。そうとしか思えない。例えばその米朝首脳会談の直前にいきなり辞めるって言いますよね。日経新聞はキム・ジョンウンは見誤ったってこう書いてある、でかく書いてある。それがやっぱ日本側の受け止め方ですよ。あんまりいい加減なことやってるから、せっかくトランプが手差し伸べたのに、お前らのせいでね、米朝首脳会談できなくなったんだぞっていうふうになったわけです。ところが米朝首脳会談やらないと言った瞬間に、トランプさんが出した手紙っていうのはその後公表されたわけですね。それ読むと分かるんですよ、あれはジョークだ。これ何かというと、彼はですね、外交文書とは思えないその言葉を使ってこう言ってですね、英語で言いますとね、まあ、バットから入るんですけど、 If you need to talk to me, don't hesitate to contact me. こんな英語を使って外交文書を書く人はいない。これはですね、友達同士のやり取りです。で、しかもそれは何か、あなたがもし会いたければ、私に気兼ねなくコンタクト取ってくれと言ったらいい。ということは、多分ですね、北朝鮮はすぐに分かってるんだ。あ、今コンタクト取れば、米朝会談できるんだ。で、この人はですね、いい悪いですよ。割とそういうことは、友達同士みたいな感じでこうやるわけですよ。で、一つ言いますとね、そのまあ、あの本筋屋の関係者っていうそのところ行きたいんですけど、どうも行きそうもないので、一つだけ言いますよ。この緊張関係の中で、日本が誇る、まあ、最も視聴率の高いニュース番組、報道ステーションでございます。1月8日、私もこのニュースを見て、もう本当に、へえと思いましたが、報道ステーション1月8日は何を報道したか、アメリカは北朝鮮をの核施設を先制攻撃することを良しとする判断をしたと。なぜなら、ここが大事なんだ。北朝鮮を攻撃しても北朝鮮は反撃しないというふうにアメリカ国防総省が判断したからと。こう書いてある。すごいぞ、大得だね。大得だれですけど、その根拠は何か。アメリカ政府関係者、しかもあのご丁寧にコンピューターグラフィックで一人出てくるってことは、まあ多分一人だった。これがちょっと本筋なんですよ。本当だったかもしれないよ、これは。ただ私はやっぱり問題だと思うのは、アメリカ政府関係者とは何なのか。これだけですね、つまりアメリカがこれまで北朝鮮に対して歴代政権が攻撃をするしない、ものすごいせめぎ合うわけですね。ところが韓国からやめてくれと言われる。なぜか、38度線から近いソウルは火の海になることは目に見えてるわけですね。例えばカンナムありますね、あそこにサムソンのでかいビルがありますけど、サムソンというのはアメリカ、韓国の GDP の 25%作ってるわけです。ここにミサイル一発ぶち込めば韓国経済はもう火の車になるわけですね。だから韓国はもう絶対嫌だ。で、実はトランプ政権の閣僚もレックス・ティラーソン、それとこの間首切られましたが、国防長官のマティスも議会で証言してるんです。先制攻撃ありえない、ソウルは壊滅的な被害を受けるし、アメリカ政府はその後に発表してますけど、数百万人の死傷者が出るって書いてるんですね。ところがテレビ朝日は報道ステーションで何て言うの、そんなことないんだと。アメリカ政府はもうすでに判断してる、北朝鮮は先制攻撃に対して無力なんだ、反撃はしてこないっていうふうに報じてるわけ。アメリカ政府関係者からテレビ朝日の記者が聞いた、記者なのかどうかも分かりませんけど、こういう報道が仮に正しかった、まあ結果的に今正しかったかどうかさえ分からない。
ども、つまりですね、こういういい加減な報道に対しては、我々ニュースの消費者はやっぱ怒らなきゃいけない。アメリカ政府関係者って誰ですかと。確かに実名は言いませんよ。実名を言えとは言わない。ただ、どういう立場の人なのか。どのぐらいのポストの人で、どのぐらいの信憑性があるのか。で、本当はですね、我々メディアの中には一つのルールがあるんですよ。情報源は必ず複数から取れよと。これ裏取りというんですね。これは私が二十何年前に NHK 入った時からそう言われてるわけです。必ず裏取れと。裏取ったかってこうなるわけです。裏取ったんですか、これ。アメリカ政府関係者っていうのは誰のことか。例えば、トイレを掃除しているおじさん、おばさんいます。アメリカ政府の建物がたくさんいます。ほとんど英語喋れません。中南米の方です。立派なアメリカ政府関係者ですね。手配りしますから。例えば、実はワシントンにいる日本大使館の外交官もアメリカ政府関係者です。なぜなら、アメリカ政府とやり取りしているから。極めて暴れている。私は、これは多分大使館の日本の人だと思ってます。というのは、この1月8日前後してですね、日本のメディアに日本政府からの情報としてアメリカが北朝鮮を攻撃するという情報が出回るんです。 NHK は大晦日体制を取ってます。新年早々空爆するんじゃないか、そういう情報が流れてますね。日本経済新聞もやってます。 TBS もそうですね。そうした中で出てきてるということを考えると、極めて僕は日本政府に近いところから出たんじゃないかと思ってます。ところが日本政府とは書かない。なぜか、情報源が漏れるから。そんなことないですよ。日本政府が言ったって言ったら信憑性ないからですよ。でも嘘はつけない。アメリカ政府の叱るべき立場の人は書けないです。嘘だから。これ嘘じゃないです。アメリカ政府関係者、これは私の推測ですが、こういうニュースを我々が消費しているということなんですね。例えばもう一つありますね。まあ、これが筋です。筋の多い国際報道という、まあ、ちょっと端折りますが、例えば南北関係筋、誰ですかこれ。南北関係筋、まあ、朝鮮半島ですから、こう韓国と北朝鮮どっちですか。どっちかさえ分かんない。よくあるのはですね、日米関係筋、どっちなんですか。申し訳ないです。朝日新聞のソウル発の記事はほとんど筋物ですよ。もう筋です。もともと関係筋という言葉は例外的に使うわけですよね。つまりこの情報を明かすことによって情報源が特定されると、まあ一番深刻なのは彼の命が危ない。しかしこういう情報を取ってる記者はほとんどいないですね。じゃあ何か、じゃあまあ、あえて、例えば私が NHK の人間から聞いて、NHK のなんとか君がこう言ってましたって書きますね。やっぱ彼はクビになる可能性がある。まあ、そういうケースがありますよね。だから関係者、NHK 関係者、まああるかもしれない。ただ、あまりに多いじゃん。例えばよくあるんですね。まあ実際あって、私もいくつか指摘はしたことありますが、北朝鮮がミサイルを撃ちました。ミサイル実験をしました。日本は大騒ぎですね。当然大騒ぎです。太平洋で落ちてるで、日本政府もすいませんやめますが、ちょっと一言だけ言いますと民放も NHK もですね、もう昼から官邸、外務省からもう記者が出てくる中継ですよね。もう外務省には先ほどなんとかそのトップとする対策が開かれ、なんとか緊迫してますというわけです。で官邸ね、菅官房長官先ほど官邸に入りました。もう今からもう国家安全保障会議が開催されますみたいな、もうとにかく緊迫してる。でワシントンが出てくるんですね。ワシントンの NHK の支局とか TBS の、ワシントン支局が出てきます。で彼は言うわけです。
アメリカと言わないんです。ここがミソなんです。日米政府筋は極めてこれは問題だと、極めて大きな証言を受けているとこう書くわけですね、言うわけです。ところがこの時アメリカはハリケーンで、ワシントンは誰もいなかったですね。ハリケーンでもうフロリダ壊滅してるわけです。でもうそれだけがニュース、しかも真夜中ですから、 NHK とか TBS が接触できるようなです、ね、人たちはほとんどいなかったはずなのに、なぜ日米政府筋というふうに言えたのか。簡単な話、ワシントンの日本大使館に聞くわけですね。日本、それはワシントン日本大使館はてやわやですよ。それはね、北朝鮮ミサイル撃ったわけです。しかしじゃあこのニュースを普通に考えたらですね、日本政府が慌てていることは分かるわけです。ワシントンにいる日本政府の代表も慌てている。ということは慌てているのは日本政府。ところが日米政府筋ということによってアメリカも一緒になって騒いでるっていうふうに演出してくる。嘘ではない、嘘ではないけど、日本の視聴者はアメリカも大変なことになってるんだと思うわけね。アメリカはもうハリケーンで大変なんだ、ハリケーンで大変ですけど、北朝鮮がですねグアムに撃ったら別ですよ。グアムに撃ったらもうそのアメリカも大騒ぎするかもしれない。太平洋どっかに撃ったっていうぐらいでもうそこでね大騒ぎするというような、ね、まあそのセンシティブな国ではないですね。そうなってくるとですね、我々は踊らされていたんじゃないかというふうになるわけですね。でその踊らされて、まあ、最後の一つに聞きますが、踊らされている情報はどこから来るか。これはワシントンの日本大使館、ワシントンに日本の記者たちたくさんいます。 NHK は、まあ、10人は言いませんけど6人ぐらいいますね。みんなここでブリーフィングを受けるわけですね。トランプさんが何かを言う、ここがこう長いこうやってますけど、その理解を助けるために必ず大使館にブリーフィングを受けるわけですね。そうすると大使館のブリーフィングはトランプさんが何を言ったよりも極めて強く日本政府の意向が入る。これはもう当然なんですよ。それは彼らの仕事ですから。霞クラブというのがあります。これは外務省の、に、あるその記者クラブのですね、霞クラブ。霞クラブに入っている記者が、まあ、大体外務大臣の会見とか外務事務次官の会見だとか官房長の会見とか出るわけですけども、まあ、ここに所属している、まあ、政治部の記者がいるわけです、まあ、経済部政治部の記者がメインですけど、なんとここにもあるんですね、霞クラブ。東京の外務省を担当した霞クラブに所属した経験のある記者だけが入れる秘密クラブがある。そのクラブの記者だけは必ずそのクラブ、その内輪だけの説明会に参加している。でその説明会に出てきた言葉がニュースの大きな核になるんですよ。私の何人か、まあ、その朝日も NHK の、 そのワシントンの記者も知ってますが、入れない記者がいるんですね。入れない記者がどれだけ実はこんな状況ですと言ってもこの情報は全てを書き消すんです。なぜなら日本政府が間違った情報を出すわけないという一つの神話があるんです。結果何か、 NHK はトランプさんが勝ったあの大統領選挙当日の朝までヒラリーが勝つっていう原稿を用意した。なぜならこの人たちがそう言ってたから。問題はですね、根拠が重視されてない上に結果的にはこういう政府の情報が流れる仕組みが未だに大きな役割を担っているという、そこから事実が伝わってこない。しかもその事実じゃないことに我々が判断をするその根拠を見出さなきゃいけない。ちょっともう時間もないので最後になりますが、これだけ言いますが、この社 FBI 長官が辞めた、辞めさせられたわけですね。私は FBI 長官が辞めさせられる前、この FBI 長官が留任した時にフォーブスの記事にこれは問題になると、やがて FBI とトランプさんはぶつかると書いてあるんですね。で当時から私はですから就任直後からずっとこの問題を書いてたわけですけど、その時に NHK の私の、まあ、元同僚ですけど記者に、立岩さん、ああいうふうに書いてますけど
ああはならないと思いますよと言ってたわけですね。でしかもまあ彼も言ってたのは、あんな記事書いたって採用されませんよ、クビになったり、極めて深刻な事態がこれによって引き起こされて、なおかつマテウスですね、この方はですね、まあまあ、これは小川さんの方が全然詳しいんですけど、まあ、極めて軽な将軍と言われていて、オバマさんともうまく実は言ってなかった。この人はその中東軍の司令だったんですけど、オバマさんが進めたイランの核合意に反対して辞めたんですね。それで退役したわけです。ところがこの人は大統領から国防長官に指名された時に議会でこういうふうに言ってるんです。あなたはそのイランの核合意について、トランプさんはもう辞めると、イランなんかもう相手にするなって言ってるけど、どうだって言ったら、彼はこう言ったんですね。みんな知ってるわけですよ、この人は反対したこと、イランの核合意についてこの人は反対して辞めたわけですけど、でも彼はこう言ったんですね。アメリカが自らのイニシアチブによって世界に提示したことをアメリカが主にするのはアメリカの国益ではないと言ったわけです。その時ですね、議会、アメリカの閣僚とはみんな議会が承認、議会というか上院が承認しますから、上院の民主党の補佐の議員がいるんですけど、女性なんで、彼女は何て言ったか、マティウスさん、マティウス将軍って言うんですよ、アメリカでは将軍っていうのは永久の称号ですから、マティウス将軍、あなただけが頼りだ、もうトランプ政権であなただけが頼りだと言われたんです。で彼は明確に北朝鮮に対する先制攻撃もありえないと議会に証言してたわけですね。だからそれを考えてもテレビ朝日の報道は僕は違うと思いますけど、それは僕は分かりません。で彼は首を切られたんですね。で彼は辞表を書いたんです、トランプ大統領。その中で彼は何と言ったか、アメリカが同盟国と共にあるというその立場をしっかりと認識して、同盟国が味方なんだと、同盟国が味方であり、この先は大事なんです、敵は敵でしかないんだと、その味方と敵をちゃんと明確に見極めないとアメリカは大変なことになりますよ。それは彼が数十年間にわたる軍役の中で私が得てきた教訓なんだと書いたんですね。で彼はこう言ったんです、最後に。私は政権に混乱をもたらさないために辞意を表明し、しかし次の国防長官が任命されるまで1ヶ月ちょっとあったわけですね。そこでしっかりと引き継ぎますから、あなたの政権に混乱を生じさせることはないと書いた。ところがそれが報じられたら、トランプさんはすぐに首切った、まあ、そういう大統領ですね。ですから僕は今までいろんなその閣僚辞めてますけど、まあこれはもう小川さんに聞いた方がいいです。この人辞めたらかなり大変な事態ですよ。でこの人はまあ同じことを同じその辞表の中でこう書いてるんでね、あなたは大統領ですから、あなたにとって都合のいい国防長官、あなたを理解する国防長官を選ぶ権利がある、私はもうその人じゃないんだとこう言ったわけですね。この人の 人望です、極めてあるわけです、軍の中で、まあとにかく、尊敬されている軍人ですから、本当にそのトランプが今後軍の最高指揮官として本当に行政を担えるのかと、それさえも極めて、まあ、疑問があるという、まあ、そういう話を、まあ、ちょっと取り留めもなかったですけど、まあ、そういう状況なんだということをご理解いただきたいということで、よろしくお願い、ありがとうございました。ありがとうございます。それでは坂本さん、よろしくお願いします。じゃあその辺で、ありがとうございます。本当に面白いお話で、駆け足でもっと伺いたい感じです。まあちょっと一つ、今最後の方で筋物の話が出ましたね、はい、いろんなところに今蔓延しちゃっている、まあ、その霞クラブの記者たち、外務省記者クラブの記者たちとかが、まあそれ分かってるのはいい、分かるんですけど、例えばそのテレビ局なり
新聞社なりの上の方ってどのぐらいこういうことを分かってるんですか、あるいは他の関係ない、まあ、社会部の人とかね、そういう人たちはどの程度この筋の話が分かってるのか、ちょっと教えてください。全く分かってないですね。これはですね、例えば、まあ、南北関係筋って書いてる、これはもうソウルに駐在されてる、まあ、大物記者ですよ、大物記者ですけど、で書いて、じゃあその朝日新聞の外報部長といいますね、この彼の上司ですけど、この人は誰なのかっていう確認はしてないですね、絶対してないですね、僕の経験則でも多分しない。それがものすごい大きな問題になった時に例のクローズアップ現代の問題にもなるわけですけど、でもじゃあその後ですね、 NHK も含めてこういう匿名情報を使うときに必ずそれが誰なのかをちゃんとデスクと情報を共有しなさいっていうことは言うんですけど、実際にはされてないです。で、まあ そのぐらいですけど、例えばですね、一番多いのはこれはね、これは大きな問題なんだ。特にこういう言葉を使うのは大物記者なんです。この朝日のソウル支局長も極めて 大物なんです。その筋では有名な方です。こういう大物記者がこういう言葉を使った時に、誰もこれ誰ですかと聞けないんですよ。聞けないことをいいことに多用していくわけですね。どうでもいい話なんですよ。例えばこれなんかどうでもいいでしょ。別に名前書いたっていいぐらいの話を書いたりするんです。ところがこう書くといかにも格調高く見えるわけです。すごいと、この記事は。大丈夫か書いてないと別に。名前書いてあっていいぐらいの話なんです。ところがそういうことを織り交ぜていくと、一番懸念されるのは、まさに事実と違うことが関係筋っていう言葉によって作られたり、あるいはそのアメリカに取材をしてないのに、日米政府筋ということによって、あたかもアメリカに取材をしたかのような誤解が生じる。まあ、そういうことがある。筋筋というやったら記事を書く人、レポートする人はどういうふうに狙いを持っていると思われます。例えばやっぱり、政権にすり寄ろうと思っているのか、もっとちゃっちゃっちゃっと、じゃあもうこれに聞いた話でやっつけた方が俺楽だしみたいな発想なのか、各社がやるんだとしたら何か共通の狙いみたいなのがあるのか、その辺はいかが考えられたりしますか。複合的な理由だと思うんですね。本当にこれは特段、例えばですよ、もし私が北朝鮮の人から話を聞いて、金正恩が昨日暗殺されそうになりましたっていう記事を書きとしますよね。これはまあ匿名でしょう。ひょっとしたら南北関係筋あり得るかもしれない。なぜならこれを例えばですよ、私がその朝鮮労働党の幹部からって言ったら、もう朝鮮労働党の居並ぶ幹部がほとんど殺されるかもしれないですよね。そういうケースは当然あるわけ。ところが僕が読んでる範囲では極めてレアですね。じゃあこういうケースは何か。一つあるのは、すでに報じられている内容を書くとき。例えば朝鮮日報とかが同じこと書いてるケースがある。ところが日本のメディアというのは朝鮮日報がこう書いたようには書かないんです、絶対。特に大物記者は書きたくない、恥ずかしいから。その時にあたかも自分が取材をしたかのような、しかも絶対たどれない筋を使う。これは南北関係筋ですね。どうでもいい話だ。どうでもいい話だったら逆にこう書いた方が、しかも朝鮮日報は誰も読んでない、特に自分の上司は読んでない。するとこう書けばですね、こいつはすごい取材をしてると思うんです。この南北関係筋という言葉は読者の皆さんが思う以上にマスコミの間ではすごい取材をしているように見えるわけです。という、まあ、そういうことです。だから2通りあると思うんですね。ただやっぱり私が見たところ極めて安易な。はい、しゃぶないですね。でっち上げとか熱をどん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 近づいていく場合がありえますね、これは。それが実際起きてる。例えばフジテレビはですね、米朝首脳会談、わざわざなんか喋ります。
サボタージュ来たかと思う。米朝首脳会談が行われた後に何と言ったか。米朝首脳会談は日本政府主導で行われたって感じ報道したんですね。こんな事実は未だにないんですよ。未だに確認できない。それがやはりこういい加減なっていうか、まあいい加減とか分かりません。フジテレビはどこまで取材したのか分からないけども、どっから出たかさえ分からない情報で書いちゃうということが別にいいんですよ。どうでもね、フジテレビからすればだって政権は喜ぶから。つまりあの時何て言われたかっていうと、日本は蚊帳の外じゃないかとみんな言ってたわけですね。で、あのフジテレビのニュースの格はみんなそう思ってるかもしれないけど違うよ、実は米朝首脳会談は日本政府が仕組んだんだと書いてある。いまだに分かんないです。私もそれが嘘だという根拠はない。だけどそれが事実だという根拠はいまだにフジテレビは示してない以上に、最近それフジテレビはその記事を削除してます。これもよく分かんない。あの国際報道、まあだから NHK さんも民放さんもそういうことがあり得る、新聞も大新聞もあり得るとすれば、どうでしょう、私たちが見れるようなもので、こういうとことこういうとこには割と目をつけておいたらっていうようなアドバイスが皆さんに伝えればと思うんですが、何かありますか。まずはですね、あの簡単にできるのはまずこう筋、私はよくやるんですよ、筋物の線を引いておくんですね。どのぐらい使ってるか、こんなにある記事は読む価値ないですこういうものをまず、まあ、読むのはいいんですよ、暇だったら別に読むのいいんですけど、でもまあ信用しない方がいいっていうことですね。それをやっぱ徹底するのと、やっぱりその機械を通じて、やっぱりこれはですね、あのまあ小川さんたち僕がやってるファクトチェックそうなんですけど、結局読者の反乱しかないんですよ。変えるのは読者が、例えばですよ、まあ皆さんにその新聞社に手紙かけとは言いませんけど、何か機会があった時にそういう言葉を使うんではなくて、ちゃんとですね、あの講じていただけないでしょうか。本当にじゃあ何の根拠があるんですかと。私はこの間サンデー毎日に書いたのはですね、韓国の軍人が文在寅政権の、まあ、今のところは米朝の批判をしてくれたんですね。でそれはやっぱ彼に言って実名で書きました。文在寅政権のその今の南北融和は、まあ、彼は軍を準将で退役して、であの今はその軍の研究所の研究、主任研究をやってるんですけど、ただ彼は言いましたね、その、まあ、僕は実名でしか書けない、彼は言いました。これがしかも韓国でも翻訳されちゃってて、多分彼は首切られるだろうと言ってましたね。明らかに今その朝鮮半島は厳しい状況にある。で特に米韓のその軍事演習ができないという状況がどういう危機的な状況なのか。で私は別にあの彼の別に立場に立ってものは考えてないけども、多分取材をして報道する責任というのはそこだろうと。つまりあなたの言ったことを記事にする以上、やっぱあなたを出さざるを得ないっていうことを、本当にジャーナリストたちが、日本のジャーナリストが真剣に考えないとですね、フェイクニュースだと言われた時に抗えないという状況はもう来てると思っています。あの最近のニュースなんかでも多いと思うんですけど、アメリカがまあ面倒くさいことになってますね。あの政府のいろんな窓口が閉鎖される、いや壁を作る、その金を認める認めないみたいな話ですね。中間選挙で、まあ、まではどん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 ガンガン吹かしてきたトランプさんが、まあ、あと2年あるわけですけど、これどんなふうに、この前の選挙の結果と、それからそれを受けてどんなふうに、動いていくのか、その辺ちょっと見通しをお願いします。はいはい、もうこれはもう推測でしかありませんが、私あの中間選挙ずっとアメリカで取材をしました。アメリカのジャーナリストいろいろ話を聞きました。でその中にはですね、まあ、一番僕はやっぱ信憑性あると思っているのは、マザー・ジョーンズという老舗 の労働系のメディアなんですけど、これはずっとあのトランプさんを追いかけているメディアですね。あのトランプ疑惑なんてない頃からずっと追いかけているデビッド・コーンさんという非常にベテランのジャーナリストがいまして、まあ、この人は非常にあの追いかけているわけですけど、彼が言ったのはですね、あの今2つの動きがあるわけですね。1つは、モラーさん、ロバート・モラーという特別検察官が、私が説明したようなこと、一連のことをかなり捜査しています。でアメリカ人だけで6人起訴しています。その中にはトランプさんの
側近もいます。しかも司法取引はしています。でその司法取引が十分じゃないと裁判所から言われて、もっと情報を出すと裁判所で一緒になって言ってますから、トランプさんかなり厳しい状況になるだろうというふうに思います。それは言ってるんですね。ただそれが今トランプさんも賢かったのは、そのモラーさんをがその報告を上げる先の司法長官の首を切っちゃったわけですね。そうするとこの司法長官の判断によってはモラーさんが捜査した結果が報告されずに終わるという危険性もある。ですから先がその点では見通せないんですが、一番大きいのは今佐野さんお話しあった中間選挙ですね。中間選挙で下院が民主党が抑えました。でまあ一つです争点は、この下院がどこまで調査権限を行使するか。でこれはかなり厳しい調査権限を行使するだと言われています。その最大の焦点は、私はずっと書いてきたんですけど、新聞は全然書かないんで、多分皆さんもご存じないと思うんですが、タックスリターンなんですよ。税務処理なんですよ。歴代大統領というのは、ニクソン大統領の不正が明らかになった以降ですね、前大統領が自分の税務書類を公開してるんですね。でこれは法律ではない。ただ大統領は慣習としてやってきたんです。トランプさん一切応じないです。なぜか、まあ、最大の疑惑なんですね。この税務書類の中にひょっとしたらロシアの銀行の名前が入ってるかもしれない、あるいはサウジアラビアの王族の名前が入ってるかもしれない。誰もわからない。トランプさんは聞かれても絶対にこれは応じないと言ってきてるわけです。今下院が、この税務書類というのは、日本の国税庁にあたります IRS というインターナルレベニューサービスというんですよ。それは持ってないです。これは、財務省の指揮下にあるわけですけども、多分会員がですねこの提出を求めます。そうすると日本の国税庁が財務省の指揮下にあると同じように財務大臣が判断される、財務長官が多分これは断るだろうと言われています。断るときに、断られたときに議会がどうするか、これ徹底的にやるとですね完全にトランプ政権は動かなくなりますから、まあ、もう一回、かなり緊迫した状況になっている。僕は今回トランプさんは大統領の一般教書演説できなかった、できない、まあ、延期されるわけですけど、春ぐらいにはアメリカのジャーナリストの方と話してても、そういう緊迫した状況があった。場合によってはなんですか、税務申告書類が公開されざるを得なくなった段階で、トランプさん辞めるんではないかという、そういう推測を言う人もいます。でこれはですね、ニクソンさんがそうだったんですね。日本では日本の新聞もやって弾劾について書くようになって、ところが弾劾になるとですね、これクリントンさんがそうでしたけど、議会に呼び出されてもうものすごいこうせつかれて、もうクリントンさんの時はもうセックススキャンダルですから、ものすごい恥ずかしいことも言わされてるわけですね。でトランプさんはそれ耐えられないんじゃないと言われてるわけです。でニクソンさんも耐えられない。ニクソンさんは弾劾の動きが始まった段階で辞めたんです。トランプさんの場合は弾劾より以前のタックスリターン、つまりその税務書類の開示をめぐった段階で、仮にこれが最高裁判所が開示を求めたときに、ひょっとしたらこの人は開示するぐらいだったら大統領の職を出るという判断をするかもしれない。これは僕はあり得ると思う。ありがとうございます。ちょっと先ほど小川さんからも耳打ちがあったんですけれども、西さんのところに朝日新聞さんでしょうか、はい、なんかいろいろ来たという、ちょっとその話をしていただいて私の質問は終わりです。大物支局長がここまで来たの、はい、これはそうですね、そのソウル支局長の方が、ソウルの支局長が朝鮮半島とは別にアメリカなどの、アメリカなどによる無人攻撃機の使用について、特集記事を書くということで、まあ、私に話を聞きに来たんですけれども、まあ、少し技術的な話をして、で、アメリカで取材するとしたら誰に取材したらいいですかと、聞かれたんですね。で、私はこの問題についての主な情報源としている何人かのジャーナリストの名前を挙げたんですけれども、
まあ、それを挙げたんですけれども、その主教、その、その大物記者、大物記者さんはそのアメリカのジャーナリストではなくて直接の軍なり情報機関なりにの取材したいので、それでその取材できる人を誰か私が知っているんじゃないかとの期待していたようなんですね。まあ、それでその点は、まあ、その点はなんかちょっとがっかりしてらしたような感じなんですけど、まあ直接お話ししたのはその時だけなんですけれども、まあ、後日談というかまた別に関わりを持ったことがありまして、それはその大物記者さんが2016年8月に、まあ、韓国海軍のイージス艦の調達について記事を書いて、まあ、見出しはイージス艦3隻韓国が導入方針迎撃ミサイル搭載可能、まあ、この見出しは間違ってないんですけれども、韓国は、アメリカロッキードマーチン社との間でイージス艦の7から9弾艦の3隻に防空システムを備える契約を結んだと。つまり、既にある3隻の他に未着工の既に契約して既に、建造中か計画中、常に建造中か、まあ、中積みの3隻があって、さらに7から9番艦っていうのが、に搭載するというんですね。実はそれはその数が間違ってまして、実際は当時読売新聞が報じていたように韓国イージス艦6隻体制というのが正しいんですね。つまり、このそのロキドマチンの迎撃ミサイルを搭載するのは789番艦ではなくて、すでに、発注済みの、ま、456番艦だったんです。でそのことは私が、メールマガジンで、メールマガジンに書いて、柳井さんがご夫婦を通じて、柳井さんが朝日新聞に問い合わせて、朝日新聞が訂正記事を出しました。だからその大野記者さんはこの、いわば周知の事実よりも何かその自分の情報源、自分の情報源が789って言ってたから言ってたことを重視したような感じ、印象を受けました。以上です。だからそのまあ本当そういうことですよね。なんかそのなんか皆さんも分かりますかね、このなんかいびつなその記者魂っていうか。格好好き記者魂ね。つまりこれはもうあらゆることに日本のメディアに通じるんですけど、例えばその公開された情報をあえて信用しないんですよね。で そういうものを書いても評価されないから、そうするとこう筋が出てくるわけね。で筋がもうささやくわけですね。で問題はそれは事実じゃないというところが非常に大きな問題で、僕はなんかもうそういうところはやっぱちゃんとやっぱり我々読者なりですね、まあ、今こう、まあ、西さんみたいなこう専門家が、ね、指摘するケースは極めてレアなケースなんですよね。だからそういうことをやっぱ我々はやっぱ情報源が定かじゃない情報を、まあ、読めば分かるじゃないですか。なんてこと書いてるのっていう、そこに対してやっぱこう正直にですね、やっぱ疑問を持つっていうことが非常に大事です、ね、で そうじゃない、我々がそうじゃない限り新聞では絶対変わらない、NHK は絶対変わらない。ただ我々が変わればですね、まあ、この新聞書いてるのはちょっとおかしいんじゃないのっていうふうになればですね、やっぱりそれは我々も新聞も変わるし NHK も変わっていくという、まあ、そういうことでよろしいですかね、というふうに。